宗方氏帝は、戦国時代の大名。宗方大社第79代大宮寺。居城は、津田が竹城。宗方氏本流の最後の当主。天文14年、筑前国の宗方大社第78代大宮寺。宗方正氏の諸子として生まれる。陽名は鍋べ、ことぶき丸。父、正氏は、大内氏に属し天文16年に死去すると、その家督は、 父の勇士、宗方氏男が継ぐことになった。ところが、天文二十年、東春方の無本により、大内義隆が撃たれた、大明寺の変において、氏男は義隆を守り奮戦するが討ち死にした。そのため、宗方氏内部で家督争いが起こる。鍋べこと武器丸の相続を支持する一派が、白山城に、宗方千代松を支持する一派が、津田が竹城に、立てこもって、 家督をめぐって争った。しかし東春方は、鍋小武丸の家督相続を支持したため、鍋小武丸がこの争いに勝利して、1551年9月12日、鍋小武丸は、宗方に入り、翌年宗方大宮寺に部任され、宗方僧侶を継いだ。1552年、山田事件が起き、宗方氏男の父である宗方氏続くは、 彦山に逃亡するも、その年の暮れに、土橋宇う安によって殺害された。指定は山口派の領主として活動し、吉見正よりが、打倒党の兵を挙げた1554年の岩見、三本松城にも参加している。また、1555年の五福島の戦いで、東春方は自陣するが、この戦いに、宗方勢も参加したという説があるが実際は不明。 小早川高景は、宗方を語り、五福島の東軍の陣に兵を紛れ込ませたとも、言われている。1557年、鍋、小飛吹丸は原福し、宗方指定と名乗る。翌年には、杉連長とも戦う。この頃、大内氏滅亡により、宗方軍内にあった大内氏所領、西郷将の大官、河津高家が、指定に帰属を決め、河津高家を中心とした。 二仕事を支配下に置く。そして、大内氏の北九州所領を引き継いだ大友氏に従うこととなる。しかし、毛利氏が北九州に侵攻すると、秋月氏らと共に大友氏を離反。1559年9月25日、宗方の地を大友氏の支援を得た宗方鎮氏が襲撃。指定は宗方を捨て逃亡するが、毛利氏の支援を得て、 1560年3月27日に、所領を脱回し、4月18日、そして8月16日から19日、翌年の3月15日まで、この宮間城、赤間氷、長者ヶ原、白山城、津田が、岩木、吉原座登城に水戸大遊軍、立花秋都市、ぬるい通る線、吉広管理、高橋明主、薄木観測、立花同節らの構成を防いだ。 その後、毛利氏と大友氏の講和がなると、指定も、大友氏と講和する。1567年、高橋昭氏が、大友総理に反旗を翻すと、指定も同調し、秋月種種、畜氏おも門み聞、大友一族の立花秋氏も同調する。これにより、畜前、武前は、大混乱となり、大友氏と毛利氏は、立花山城工房戦闘。 北九州各地で眼下を交えた。1569年、北九州より毛利氏が撤退すると、大友氏に降伏。講和条件として、大友氏の重心薄き観測の娘を総林の幼女として、1570年に妻とした。もう一つの条件として、家臣の河津高江の殺害があり、指定はやむなく高江を殺害した。殺害したものの、これを深く悔やんだ。 指定は高井への子供たちを取り立てて一門同様の扱いとした。都市関連が立花話の家督を継ぎ、立花山上司となると、その関係に師弟は心を砕いた。自身の妹を人質として即室に差し出したのも苦心の現れであろう。1581年、秋月とネザネが大友寮への侵攻を開始。一部の宗中高信が、 立花勢の兵糧を強奪し、同説は激怒。指定は、謝罪に努めるも同説は軍を出し、宗方氏への攻撃を開始した。一度は、立花勢を撃退するも、最終的には守りきれず、宗方を捨てて逃亡。1584年には、即室権人一として、立花同説のとにいた、指定の妹、色姫が、 死弟と同説の対立に心を痛めて自害している。1585年に立花同説が病死すると、すぐさま反撃を開始し給料を回復した。翌1586年、豊臣秀吉の九州征伐前に休止した。死弟のこの塩を言ぶ決まるが亡くなり死弟の未亡人も、去ったため、家徳は事実上義外宮辞職の一族の深田氏し、堺が後を継ぐことになった。 なお、翌年の秀吉の九州聖伐によって、宗方大社の大宮寺の権限は、祭礼のみに限定されることとなった。指定の男子仕と武器丸が創生していたため、宗方氏には死死がなかった。九州平定がなると、築前は小早川高景に与えられた。宗方領は没収となり、一族や家臣らは離散。巨城の伝け竹城も、秀吉の命で破却された。 その後、毛利氏の重臣増田元、将の孫、増田元行が、指定の養子とされ、指定の娘の一人は、小早川高景の重臣、草刈茂月具に嫁ぎ、茂月具は、宗方氏を称した。また三女は、毛利輝元家臣の市川義次郎に嫁いだ。分流に、宗方氏隆氏もいる。大友総麟養女。後、宗方斎鶴と称する。 母は畜生をもんみもん娘だが、天正八年に、実家松田氏に戻った。一説は、天文六年、宗方経図。去年五十一歳、胸形吉井によると、大友総林の乱行には、手厳しい裏べただしほが同説のことは、大友家虫の中心、武勇において並びなき対象であると評している。どうも、帝保は、この有望な中心に一目置き、 好感を持っていたようである。しばしば合戦があったのは、秋年の時で、同説が立花に在場をした後には、宗方伝と一度も合戦がなかったとし、同説をご縁者と言っている。立花や中では、お色姫は人質であると囁かれ、これを宗方家中の人々は悔しがったというが、実際は人質などでなく松尾の丸にいられたために、松尾殿と呼ばれて、 貸し付き立て祭られた。また、同説とも仲が良かったので、先だった時には同説が大層嘆いたなどと述べている。3月24日に39歳で没したが、この日は山田事件の当日で自殺したとの説もある。同説は、おいの姫の腰に付き添った石松家が守る集権に、中国で見聞きした毛利元成の軍法や合戦を語らせた。 サスの合戦の次第を、逐一も押申し上げ、元成は、少しばかりの心遣いをしたことに対して、宗権を御前に召され、昭は時を超えずと応戦になって、時の刀を下された話の段になると、誠に、毛利殿は、並びなき名称と称し、それは、軍中の将だが、これは、今日の衆議に刀を参らせようと言って、同説自ら刀を授けてくださった。 帝保は、この一連の話を挙げ、立花の人々が、お色姫の腰入れは、人質のためで儀式の腰入れもなかったとしているのは、嘘であると反論している。辛口の帝保が、急的に、好意的なのは、あるいは大友方の重心薄気観測の娘である、お方様に対する気遣いかと思ったが、たとえ敵であっても、忠義と武勇に一目置くのが、戦国武将というものなのだろう。 ありがとうございます。